はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、超降臨限定ユニット的中ガチャチケットですね、こちらの方が、やってきましたので、配布されましたのでね、引いてみたいと思います。超降臨ユニット出るのか楽しみなところなんですが、そして私は超降臨ユニットのですねチケットガシャバ、33枚チケットもらってます。おそらくですね、無課金な人でも、リリース当時からやってられる方は33枚もらっているのかなという感じの、配布状況なのかなと思っております。まあ私は課金したので33枚は確実に手に入ってたということですね。では、早速33枚ですね引いていきましょう。33連、まずは10連ですね、参ります。さあ泡の色はどうなのだ、稲妻はどうだ、さあどこ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 どねえな、どこどこ稲妻走っている、おやじ3枚目、もしかしてこれは R がないのかな、超降臨ガシャだから、一応超降臨ガシャだから R はないのかな、ないっぽいですね。よく読んでおけばよかった。さあそろそろ続いて7枚目、どこどこどこ、ブラフォード、さあ8枚目、これはどうなのか、ちょっと怪しい、9枚目、数え間違えてたか、おお9枚目出てきて、じゃんけんロハン、じゃんけんロハンです。これはちょっと寂しい、あ10連でしたね、9枚目、10連でした、そういえば失礼しました、10連でしたいつもの感覚で言ってたので、どうかなっていう感じでしたね。あそうですね、あれワンモアがあると思ってたらないですよね。はいそうです、はい、アビーティ上がりました、ありがとうございます。ではですね10連2回目参ります。さあ泡の色はどうなんだ、稲妻走っているのかどうか、さあどこ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 、猫グーサー、さあドラララララで、ジョナスさん何するだ、おっといきなり光った、これは2枚確定、そして兄弟西村兄弟ありがとうございます。さあ猫草がまたやってきた、さあドラララララララでハンティン、おっと3枚来るのか、ヒヒーンですね、あーお前はよく見るな最近って感じですね。ジョセフ、さあ3枚確定、そして何枚目か忘れてしまいました。さあドラララララ最後かな、これでカットインワン、これはアクト2ですね、アクト2ゼロスマッシュ、ありがとうございます。3枚確定、しかし超降臨ユニットは降りてきておりません。さあアビリティ上がらず、これはアビリティは上がらず、さあ兄弟兄弟はこれで義務教育終了。さあこの10連ガシャですね、33連ガシャ、とうとう10連ガシャが最後になります。では参ります。さあ泡の色はどうなのかな、どうだ、どこどこどこ、あれ第一ドラララララアンジェロロドラララララ、厳しい、スジアヤ4枚目、ブラフォード5枚目、ケイチョウ6枚目、そろそろ来てほしいんですが、ロハン7枚目、アクチアン8枚目、どこどこどこ、
トニオスさん9枚目ソロ、これはもしかして、あー10枚目も金大地ということは、金山でしたが、これは残念すぎます。さあラスト3枚ですね、3枚、虹聞いてください。さあどうだ、どうなのか、三輪ガシャンね、いつもの。さあどこどこどこ、ジョセフ、さあドラララララでマニッシュボーイ、さあこれが最後だ、どう、ジョセフ、ジョセフ、はい、ということでね、33連ガシャ終わりました。終わってみれば、SSR4 枚ですね、悪くはないのですが、降臨ユニットは降りてこずというところで終わりたいと思います。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またですね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラーサバ隊。